障害者と健常者がともに学ぶインクルーシブ教育への理解を広めてもらおうと、日本財団が運動会でも使える車いすを大村市に送りました。日本財団パラスポーツサポートセンターパラサポは、運動会にパラスポーツを導入するインクルーシブ運動会に取り組んでいます。5月には大村市立三条小学校の運動会で車いすリレーを実施しました。 昨日の贈呈式では、パラサポが開発したスポーツアクティビティ用車椅子「パラサポ未来10台が大村市へ送られました。園田市長は、ハンディキャップがある方々を理解する、そういった社会を作っていくことは大切と話し、実際にパラサポ未来を体験しました。 うですかいやあのこぎ,ぎやすいですね徒競、ね、走騎馬戦車いすリレーみたいなことで並ぶことがまあ本当のダイバーシティというかあのインクルーシブだと思うのでいろいろ難しく考えずに単純に楽しんでもらいたいし。 この車椅子に乗ることによって車椅子ってこういう工夫がされてるんだねとかこれで走ったらこういう風な風を感じられるんだねっていう同じものを同じ体験を一緒にすることによって同じ話ができるまさしくコミュニケーションツールになればなと思いあす明日県立大村工業高校で開かれる体育祭でパラサポ未来を使った車椅子リレーを行うということです。 パラスポによるとスポーツアクティビティー用車いすパラサポミライが配備された自治体は大村市が東京府中市に次いで2か所目です。